번호 없는 게 나의 기대인가 되거든. 나의 헌지트 나의 이벤트 나의 스페셜 브레 나의 더하게 다시만 되거든이 HostTV.com 七夕、それは織姫と彦星が再会する特別な一夜。そんな夜空の下、歌舞伎町で一段と輝きを放つホストクラブがある。それこそがキャンディーズヘブン。地上の楽園、天国のような空間に今宵は再会を祝す天の川が姿を現す。浴衣を身にまとった彦星と織姫が織りなす一夜に密着した。店内中央には輝く星々を連想させる5機のシャンパンタワー。今回タワーをするのはキャンディーズヘブンで注目を集めるキャストばかりだ。イベントが始まって間もなくシャンパンコールが飛び交う。すでに店内は満席状態にあり、入り口には入店待ちをするお客様の姿も。ついに織姫と彦星がシャンパンタワーの元へ。この音楽が何響いたということは、本日メインイベントスペシャルプレーナメントタワーが始まるということで、ヒューズの皆様、明日から俺たちホストのシャンパンカー、今日は頑張ってろ、キャンディーの日を一緒に始まる。どうやらそれで一回勝ったら、それはブルワー、ブルワー、ブルワー、シャンパン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 、そしてタワーをした彦星がマイクを握る。俺の座右の銘が、オラオラで強引にっていう座右の銘なんで、煽らないでって言われると、煽ってくるようになってまして、強引に、うどん。僕だけ2時間喋ってもいいって言いましたね。それは大丈夫ですか。はい。はい。どんだけ暗記があろうが、だからチャンネルはめっちゃ続けていきます。よいしょ。はい、本日かっこつけてる。はい。ホスト TV ご覧の皆様、ありがとう。タカです。アヤタンチャンネルです。そして姫様、はい、こんな素敵な場ありがとうございます。2年連続でこうやってやっていただけるということでね、本当すごいありがたいと思ってます。これからも姫様続けてください。やっぱりね、センターのこの俺が一番かっこいいよ。よいしょい。このイベント自体は2回目ですね。今日2回目ですね。はい。タワーは前でやられました。去年も一応やらせてもらいました。はい。2回目ですね。そうですね。はい。嬉しいですね、2回目で。そうですね。本当になんかもうこうやって節目にやってもらえることが、ファーストとしては本当に感無量というか嬉しいので、はい、やらせてもらいましたね。はい、次回、はい、最後です、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、ありがと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 う、はい、ありが
次回、彼が流した涙の理由とは。盛り上がりが最高潮に達した店内で次々に高額ボトルが下ろされる。特別な一夜のラストソングを勝ち取るのは一体。